では、ネットビューについてご紹介を行います。まず、ネットビューを開いてみます。こちらが XSI のデフォルトのネットビューです。ネットビューでは、インターネットブラウザと同じような形で、ブラウザを提供しております。このブラウザから XSI のデータ、またはアニメーション、シェーダー、スクリプト、各種アットオンといったようなものを読み出すことができます。例えば、モデルのゲットでクラウボットのデータを読み込みます。このようにドラッグアンドロップでデータを読み出すことができます。現在テキスチャーが貼られておりませんので、ピクチャーの中から適切な画像を取り出します。このようにテキスチャーがドラッグアンドロップで呼び出されたのがわかります。こちらのデータですね。では、適当なデータを定義します。このようにテキスチャーが貼られました。また、同様なオペレーションでアニメーションも管理することができます。モーキャップのタブの中から、クラウボットのちょうどこれ酔っ払ってるアニメーションですね。こちらの方を読み込みます。このようにモーションも管理できているのがわかります。では、このネットビューを使って実際にプロジェクト管理を行った例をご紹介します。ミルのプロジェクトです。ミルでは、このピラミッドのプロジェクトを行うときに、ネットビューを使って、全体のシステムの管理を行っています。例えば、プロジェクトジェネラルデータのタブを選択します。そうすると、このように、プロジェクトの進行のカレンダーを作りまして、この中で進行スケジュールを行っています。また、各種ツールはこのように、アットオンの形にまとめて、誰もが最新の環境をドラッグアンドロップで手に入れることができるようにしました。さらに各チームや担当するショット、またレイアウト、シーケンスといったようなものを見ることができます。どのようなカットになるかというと、こちらをクリックするとそのカットのムービーが始まります。また実際のデータですが、こちらは群衆ですね。このようにモデルがネットビュー上で管理されています。では対象になるデータを読み込みます。このようにノーアイコンピックが貼られてますので、テキスチャーの中から適当なものを呼び出します。またアニメーションに関してもさまざまなパターンが用意されています。これらをドラッグアンドロップして一つのシークエンスを作り出すことができるわけです。このようにネットビューを使いますとデータの集中管理を行うことができます。